昔同棲してた彼氏は、ある時から、急に小さい消耗品をくれるようになった。ソーイングセットとか化粧水とか、全部安物だけど、女性が主に使うもの。何の脈絡もなく、急にくれるから疑問だったけど。そういえば、前に必要だと伝えてたっけとか、ギャンブルする人だったから、端数の景品かな、なんて思って、深く聞くことなく普通にもらってた。それが、同棲中1年間くらい続いて。なぜ、たまに、そういう消耗品をくれるのか？何のタイミングなのか？と聞いてみた。まさか、浮気相手のものとかをよこしている様子もなかったし、単純に気になった。そしたら、絶対に笑わない？と真剣に前置きというか、聞いてくるから。大丈夫だよ。と言って聞いたら、いろいろと話し出した。結論から言うと、彼氏には、女性用ストッキングを履きたい性的嗜好があって、それを店頭で買うときに恥ずかしいから、一緒に消耗品も買って、女性から頼まれたように見せてた。ってただそれだけなんだけど。由来としては、彼氏には、太ももに大きな傷跡があって、10代の頃に事故で負ったものだと聞いてたけど。その頃、夜のお店でスタッフをしていて、お客さんと揉めて、相手が刃物を出してきて刺された後だと打ち明けてきた。ものすごい出血をして救急車で運ばれて、止血のためにストッキングのようなものをなんとなく履かされた記憶があるけど、彼氏にとっては刺されて運ばれたという極限状態の中で、そのストッキングのようなものがものすごく安心して、それ以来ズボンの下に何か一枚履かないと落ち着かない。そしてそれを履くと安心もするし、性的な興奮もすると打ち明けてきた。できれば常に履いていたいけど、彼女の私には打ち明けづらかったし、履いているところも知られないうちは目撃されたくなかったという。ブツは隠して、ほとんど使い捨てにしてたっぽい。率直な感想としては、別に気にしなくてもいいのに。まあ、言いづらいよね。という気持ちが一番強かったし。これからは好きに履いて、何か指定のストッキングがあれば私が買うよ。と伝えると、買い物のたびにウキウキしながらストッキングを選んで、堂々と目の前で着替えるようになった。Amazon とか通販とか、コンビニ受け取りとか、今ほど便利な時代じゃなかったし、不便だっただろうなとは思う。彼氏の性的嗜好が、衝撃的だったというよりも、そういう極限の中での吊り橋効果というか、過度のストレスや緊張の場面に出くわすと、脳内補正で、性的興奮にすり替わるという話を聞いたことがあるけど、本当にそうなんだなーっていうのが衝撃だった。